暴れん坊将軍。仮初めにもおめえは両刀さえてたんだろうが。めぐみの勘定奉行でしょ。いつも帳面に字を書いてるじゃありませんか。いや、あいにくと親指の悪質で、とても人様に見せるようなもんじゃ。まして将軍様になんて。勘弁してください。それじゃ一体誰が書くの。お、みんな揃ってるな。あ、新さんいらっしゃい。新さん、ちょうどよかった。新さんなの大丈夫だよね。そうよ、新さんとっても綺麗な字よ。はい。はい、って、俺に何を書けってんだ。目安箱に入れる手紙。目安箱。うん、ちょっと変わった娘さんがいてね、見るに見かねてその子の願いを書いて将軍様に聞き届けてもらおうと思って。俺と一緒に来るんだ。あんたみたいな世間知らないわよ。見たこともないわ。一緒に来るんだ。ごめんなさいよ。ごめんなさいよ。大岡様にお取り次ぎを。ええー、ならん。お願いです。大岡様にお取り次ぎを。ええー、ならん。帰れ。お願いです。どうかお引き届けください。帰るのだ。何だ。また来たのか。お願いです。お奉行様。私にどうかお上のご用を。ずっと賜りますよ。何度も言うように目明かしはお上の正式な手下ではないんだ。そこをお奉行様。どうしてそれほど御用聞きになりたいんだ。それは十手取り縄を預かるということは波の男にとっても大変な苦労なんだぞ。それを女の身で。とてもお前に務まるお役ではない。いいえ、私ちゃんとやれます。十手さえいただければ。お奉行様、お奉行様、どうか、どうかお願いです。お奉行様、離して。お奉行様、お願いです。ないのだ忠相。いや、どうもお見苦しいところ。十手欲しいと内町に日産してる娘とはあれのことか。町の噂になってるんで来てみた。はあ、私もいささかへこいたしております。何分にも女の目明かしというのは前例のないことでして。あの様子だと是が非でも十手を手にしたいようだが、何か訳がありそうだな。ところがそれを尋ねますと口を濁し、いや話にも何もなりません。
や分。おお、今日も奉行所に来たのかお前。うん。で、どうだった？ダメ、ちっとも相手にしてくれないんだもん、奉行様。暑かったろ。さあ、冷えてるぜ、よく。ありがとう。町じゃな、お前が変わったことをやるもんだからよ、みんなの口に上ってるぜ。で、どう、親分、知らぬ一味はまだ鳴りを潜めてる？まあ、今のところはな。けど油断はできねえ。やつらいつどぎたねを仕組みやるかわからねえからな。一味現れたぜ。ちょっと前に蔵前の大店に押し込みあったんだ。俺はこれから出張らなきゃならねえが、お前に教えてやろうと思ってよ。ありがとう、親分。おう、ぜひ。え、おふくが良い子に育ちますように、トト様が偉くなりますように、ずっとおふくといてくれますように。また昨夜、知らぬ一味が押し込みをやらかしたそうですね。ああ、奉公人の何人かが怪我をしたらしいな。今日聞いた話だけどな、400両の荒稼ぎだと。困ったわね。そういう物騒な一味は早く捕まえてもらわないと。そのことだけどさ。あ、おかみさん、おかみさん。ただいま、町家主さんとも話し合ったんだけどね、今夜からね、うちも夜回り手伝うことになったから、そのつもりでいてくれよ。え、あ、それから親方もさ、暇だったら来てくれよ。親方がいるとさ、何かと心丈夫だからね。ええ、そうですよ、構わねえけどよ。ごめんさとの手にしたもんなんだよ、これ。え、あ、これか。これはね、夜回りの時にね、こうやったらね、こっち、こうやったらこっちってね、私が先頭に立って采配を振るんだよ、いいかい。何やってんだよ、二人とも、バカだね。
様がお召しになったのは他でもない、巷に知らぬ一味とか申す賊が跋扈いたしておると聞くが。ああ、先年より国内を荒らし回っておりますが、いまだに召し取ることもできず、全くもって。上様、攻めは本来火付け盗賊を取り締まるべく拙者めに、どうか今しばらくのご容赦を。盗賊のお子に人心を不安に貶めるはよくないぞ。まだそれが正道に響かんとも言い切れん。幕閣の表情でも噂になって皆眉を寄せておる。頼むぞ両名とも。はっ、必ずよこの身に変えましても一味を。はい、姉ちゃん。今日こそ逃がさねえぞ。てめえどういう気なんだ。このまま抜けられると思ってやがるのか。すいません、私は離せ。このあまあおい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 俺がどう扱うと買ってるんだよ。嘘です、違うんです。何くらまやめんか。あ、いやいや、なんで三品。この男が言ってることは本当か。いいえ、嘘です、言いがかりです。やめろ。うわぁ、三品、こっちか。覚えたろ。怪我はないか。はい、ご親切にありがとうございました。お前に会うのは初めてではないぞ。奉行所の門前で十手を持たせてほしいと頼んでるお前を見たことがある。俺は貧乏旗本の三男坊で徳田新之助。お前が日産している南町の大岡殿とは実婚でな。それならお願いです、力になってください。私の妹です。15で亡くなったんです。妹はヘトヘトに疲れ切って死んでいったんです。私が13で、妹が10の時、二人して女郎屋の年季奉公に出されたんです。その時私体が弱くて、その分を妹が変わってくれました。妹は13になるとお客を取らされたんです。朝から晩まで私の身代わりも務めてましたから、それこそ休む間もなく、15の時にぽっくりって、本当に木が枯れるみたいに、人の何十年分も働いて、お待ち、お待ち、お待ち。さっきの男は言いがかりでも何でもないんです。年金をあと1年残したところで、私は蓄えたお金のありったけを残して女郎屋を逃げ出したんです。それから隠れるようにして5年ほど裏棚に住んでいましたけれども、それが先日あの世間に見つかってしまいました。あの男はわずかな利息を盾にして私をまた女郎屋へ連れ戻そうとしてるんです。お前たちの親はどうしてるんだ。
年季奉公は納得づくか。いいえ、博打で身を持ち崩したお父っつぁんが借金で日中もさっちも行かなくなって私と妹を売り飛ばしたんです。実の父が憎んだって憎みきれません。妹を殺したのはお父っつぁんなんですか。今はどうしてるんだ、その親父は。おつか、あの娘にそのような事情がございました。おつかが憎んでも憎みきれないというその父のことと、必死で十手を持ちたいと願うそのこととは全くつながりがないとは思えぬのだ。ではおちかの父が今は何かお上に背くようなことをしていると。仮にそうだとすれば合点がいくであろう。おちかは憎い父を自らの手でお縄にし裁きの庭へ突き出したいのだ。妹の恨み晴らしでございますな。じいはどう思う。はてさて、血を分けた親子がそのようなことを。じいの嫌いな話でござりまする。しかしじい、まあ今のお話で娘の気持ちは分かりましたが、上様子を捨てて平然と生きていかれるような親はこの世にはございません。そのお近の親父も今は我が身を切り刻まれるような痛みと苦しみを味わっておりましょう。上様、私も加納様と同感でございます。我が身を切り刻まれるような痛みと苦しみか。忠相、俺からも頼む。お近に十手を持たせてやってくれんか。いや、しかし越前殿、前例のないことなどどうでもよかろう。俺はお近に十手を握らせ、その十手に涙が落ちるか否か、それが知りたい。忠相、俺は親子の絆を信じて生きていきたいのだ。わかりました。一味のことは、一味の頭は吉蔵といって盗人仲間では新顔のようです。知らぬよう名乗って世間を騒がせ始めたのはここ 4,5 年の間かと。根っからの盗人ではないのか。その前に鳥羽のいざこざから人を傷つけて三宅島に遠島になっています。吉蔵がどうしようもなく日陰の道を歩き始めたのはそのあたりからではないでしょうか。で、居場所は。三味線越えの下田屋です。御前、ろうそく問屋の三州屋です。年間の商い高は1万両を優に超え、諸大名や旗本家の御用商人も務めております。おお、蔵には小金がうなっておるか。四五千両は間違いない。よし、早速吉蔵を呼べ。承知しました。Thank you.
三州屋の見取り図だ。大店だけに奉公人の数は多いが構わん。歯向かう奴は切り殺せ。蔵には四五千両の金がうなってるそうだ。吉蔵、やってくれるな。御前様、あっしはもうこういう悪党暮らしからすっぱりと足を洗いてんで。ほう、やめてどうする。ええ、めいめいからいつか仇の仕事をと、いえ、御前様のことは誰も口が裂けても言い合いしません。ですからどうか。吉蔵、その申し出は聞けぬの。どうしてもわしの意に背くというのなら、この場でお縄にし、火盗改めの権限を持ってその方を仕置きにするが、それでもよいのか。吉蔵、わしの恩を忘れたのか。島帰りで食い詰め、盗みを働いたその方を見逃してやったのはこのわしだぞ。あれはほんの出来心で、こんなふうに世間を騒がす盗っ人にしたったな。御前様じゃございませんか。吉蔵、口を慎め。吉蔵、よいな。近々三州屋に押し込むのだ。吉蔵、守備を待ってるぞ。さすがだね、おい。例の娘な、ずっと欲しがってた。あれ、とうとうおかみの許しが出てよ、ずっともらえるようになったりして。それ本当ですか、おやさん。今、その両国橋の親分がよ、あの娘に付き添って、おびこし行くときに出っ壊したんだよ。へぇー。とうとう根負けしたんだな、大岡様も。そりゃそうだろ。ああ、毎日、ずっとこれ、ずっとこれって押しかけられたんじゃな。でもよかったわね、願いは叶って。ほんと。そうだ、新さん、目安箱に入れるって言ってたあの手紙は。ああ、あれ俺が。まあ、でもそういうことなら将軍の耳にも入るだろう。大勢初めての女目やかしたからな。ねえ、かっこいいね。いいじゃないか。私もさ、大岡様に頼んで十手くださいって言ってみようかな。おかみさん、十手持って何を踏んじまるんですか。うん、そうだね。とりあえずね、お前たちだよ。おお、何の罪で。え、顔が厚っ苦しい罪じゃ。おちか。はい。本日よりその方に女将御用を加盟する。受けるがよい。はい。よかったな。やっと望みが叶ったじゃねえか。これで大手を振って知らぬ一味を追っかけられるな、おちか。知らぬ一味。おちか、一味に何か意趣でもあるのか。はい。お奉行様にお答えしねえかい。いいえ、意趣など。ただ一味が世のためにならないので、それで。ごめんくださいまし。上様、お近がお縄にしたいものはどうやら知らぬいい一味のようでございます。では一味の中に。ええ、どこへ。ああ、邪魔だ。
知らぬり一味の頭がお近の。じい、この裁きは何としたらよいのであろう。知らぬりの吉蔵は捕まればまず重い罪は免れまい。お近はそれを承知で。じい、たとえ裏切られたとしても子はそれほどまでに親を憎めるものか。上様、これもあの親子の因果でござりましょう。あまりお心を痛められては、上様はひたすらに親子の絆を信じておられればよいのです。いいか、押し込む先は室町の三州屋だ。それに俺はこのお勤めを最後にして、おめえたちもそのつもりでいてくれ。おかみさん、どこ行っちまったんだ。おかみさんよ、いや、ついさっきまでよ、はぐれちまったんだぜ、きっと。どうしようもねえな。探しましょう、みんなで。おかみさん、おかみさん、全くしょうがないね。だから私があれほど離れちゃいけないって言ったのに。おかみさん、おいおいおい、何寝転んでんだよ。何が、おかみさん、おかみさん、もっとはっきり言ってください。おかみさん、おかみさん、何も知らねえんですよ。バカ、知らない、知らないから言ったんだよ。どちら様だ。奉行所の門だ。ここを開けてくれ。はい。趣味だったら、こちら。
の力なのか。おめえ生きてたのか。妹の恨み、お松の敵、お前死ね。あぶれ、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 お松の恨みだ。白身の吉蔵、もはやこれまでだ。もういい。離して。おちか、おめえどうして。離して。地蔵は押し込みに失敗し、町方の手に捕らえられたようです。地蔵。重罪は覚悟しているな。へい、これで足もさっぱりと。お前と加藤改めのつながりはすでに明白だ。いずれ桂にも天の裁きが下されるだろう。吉蔵。あ、そいつは娘は死んだと思っていたのか。へえ、島から帰って女郎屋を訪ねると、お近もお松ももうとっくに死んだと聞かされて、ところが突然お近の姿を見て、あっしはこんなに嬉しいことはありやせん。お前もお近が生きていると知っていたら、悪い道を踏み込むこともなかったかもしれんな。へえ、今となっちゃもう悔いはござんせん。おい、あ、ほら、またぞろ、すねに傷持つ日陰者を探さねばならんぞ。あ、二三見当をつけてる教場持ちがおります。今度はもっと大きな仕事をさせようかと。おお、それは頂上じゃ。悪戦ゆえ惜しげもなく金をばらまけるぞ。わしの出世のためにの。己の職責を利用した悪行の数々、これ以上は見逃さんぞ。何やってる貴様。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。何者ども、狼藉者だ。出て。火付盗賊改め方、小池頼母。その方、悪事を取り締まる立場にありながら悪行を重ねるとは何たる外道。制度を汚す辛いおしめ。その方、小池頼母、せめてもの武士の情け、この場において腹を切れ。このわしが腹を。おのれ、言わしておけば。えい、上様といかまん。こやつの切り、生かして屋敷を出すな。
知らぬいの吉蔵の沙汰は死罪と決まり、それとともにお近はお上から賜った十手を返上した。酒洗いの雨降りやまぬこの日はまた吉蔵が小塚っぱらにて処刑される日でもあった。お近、吉蔵に、いやお前の父親に会って何を言うつもりだ。とても一言で、以前にある京城町の男と知り、その男の口から知らぬ猪吉蔵の正体を聞かされてからずっと追い続けてきたんです。ああもこうも恨みつらみの思いの丈をぶつけて、あの人の体から赤い血が流れるのをこの目で確かめ、それを妹に知らせてやりたい。許す気はないのだな。吉蔵が持っているものだ。どれだけ今日のこの日をどれだけ待っていた。あんたのためにお松は血を吐いて死んだのに、私も死にたかった。お松と一緒にいっぱい泥をかぶって、死んだ方がマシなくらいの苦労をなめさせられて、それもみんなあんたが。落ちるがいい、地獄へ落ちるがいいんだわ。 あんたなんか落ちるがいいんだわ。分かったよ、だから俺はこうして。おちか、すまない、勘弁してくれ。ほら、おめえに会えただけでも甘えよ。憎み続けようとしても憎みきれない親子の絆、それを信ずる吉宗はこれでいいとそっと胸の中でつぶやいた。
明日からのお近の幸せを願い、力添えをしてやろうと思う吉宗であった。小雨にけぶる小塚っぱらは、まるでお近と吉蔵の親子のために泣いているようであった。暴れん坊将軍。言われた、言われた、言われた。何を聞きます。嘘つけ。本当です。私見たのは、今のうちにおみよと二人片付けた方が良さそうじゃ。お清はあなたの産んだ娘だな。浦川一味はあなたにとっても惚れた男の仇ということになる。大奥にはびこる悪を滅ぼすのは心ある者の務めでございますから。お清さんの行方を見失いました。それじゃあ若い方からやるとしようか。お母さん、お母さん。暴れん坊将軍、美女三千、呪われた大奥。どうぞお楽しみに。